オーロラ・オーストラリスは、オーストラリアの最標船、南極観測船である。船名は、南極のオーロラを意味する。オーロラ・オーストラリスは、オーストラリア南極局が運用している。南極への輸送及び科学観測のため南極局が、長期チャーター契約を結んでいるが、任務のない時は選手である P&O が使用する、こともある。ニューカッスルのキャリントン・スリープエイズで建造された。 採氷船としての認証は、アイスクラス 1A スーパーで、厚さ1.23メートルの一年氷を2.5ノットの船速で連続採氷可能である。船内には8つの研究室と採取サンプルの冷凍保管庫など研究者のための設備が整っており、海洋生物の採集機や、それを引き上げるウィンチなど、各種観測機器を備えている。2012年には、 地球温暖化に関する研究の一環として、マルチビームソナーを搭載した無人潜水ロボットを使い、海中から 3D マッピングで海表の厚みを計測する国際共同調査を行った。観測拠点への輸送能力としては、全6 0 0立方メートルの貨物スペースに加え、コンテナ40個を積載可能。2役のため前後甲板にクレーンを1機ずつ備え、空輸手段として、 中型ヘリコプター3基分の格納庫とヘリコプター艦板を持つタスマニアのホバートを母校としオーストラリアの南極観測拠点及びや南極の観測拠点に対する物資人員の輸送任務についている1998年にスクリュー故障のため海票に閉じ込められた時日本の南極観測船シラセによる砕氷と栄光により救出されたことがある シラセが2008年4月の第49次南極観測隊の帰国後に退役となるものの、シラセ後継船が予算不承認で収益が2009年度と予定より遅れたことから2008年秋出発の第50次隊の輸送については日本政府がこのオーロラオーストラリスをチャーターして代役とした二千十三年十二月十四日、ロシアの対抗利貨物船 アカデミックショカリスキーが南極海で流氷に閉じ込められた際にオーロラオーストラリスは救助に向かった。中国の最氷船、雪竜が搭載ヘリコプターで救出した事故船の乗船者52名を収容して母港ホバートに帰還した。2016年2月24日にモーソン基地沖で座礁した。沈没は免れたものの船体への負荷を減らすため。 オーストラリア観測隊の隊員や物資の救出には日米中各国が協力した。うち日本の白瀬は隊員66人とヘリコプター3機をケーシー基地に送り届けた。戦令が25年に達するため大戦として砕氷、輸送能力をより強化した次世代砕氷船の建造計画が進められている。ザ・サンディーマップ・ザット。 ギブスサイエンティスト t ーモースとアキュレートルックアンダーザ、アントクティックアイス、メールオンライン2014年12月15日閲覧。オーロラオーストラディスの救援南極観測のホームページ4万キロの最後の旅へ。シラセが出港。南極海で立ち往生の調査船。乗客52人全員救出。CNN2014 年12月15日閲覧。南極観測船。 知らせによる、オーストラリア観測隊員等の輸送支援について、南極条約の精神と、国際貢献国立局地研究所ホームページ、ニューアントクティックアイスブレーカーバイタル2、ナショナルセキュリティー、セズアボット、シドニーモーニングヘラルド、2014年12月15日、閲覧、ありがとうございます。